はい、含め YouTuber タカです。気になる男第84話ですね。第84話。昨日は、ズーム、ズームラ、ームライブ、ズームライブ、ズームライブありがとうございました。ズームライブでよかったでしたっけズーム対談ライブだ。ズーム対談ライブ、久保さんありがとうございました。そしてリアルタイムで自分の方のチャンネルでも、YouTube ライブ、 放送してたんですけどちゃんと録画できててですね、まあ、よかったよかったとできるもんですね人間やれば人間やればよかった一発本番だったけど両方でできましたねはいということでそんなことはまあまあなんですけどさあじゃあ気を取り直してですね84話いっていきましょうかねまあ昨日対談ライブが終わって少しまた何かいろんなことが 気気持ちが変わったたようなももいたしますけれどもじゃあ早速いってみましょう。さあ稼ぎ手の大切な気持ちとはというところで、えー、前回久保さんの方がこの「かあれはか家事は楽なんだよ」みたいなね「家事は楽なんだぜ」みたいな話をしてたんですけどちょっと自分の方はですねあえて。 その話題から少し離れて離れてるわけじゃないんですけどちょっとまたまたじゃないな7前回かな前回やっぱりこの稼ぎ手の話をたくさんしてくれたのでちょっとそこを思い出すっていう気持ちでもう一度この話をここをねもう一回引っ張り出そうかと思ったんですけど。 その中で、熊、えー、さんの言ってた中で、この一緒に住んでくださっている家族っていう言葉が出たんですね。一緒にくださって、一緒に住んでくださっている家族ですね。えー、なかなかこういう表現って、<laughs> なかなかこんな表現って、まあ、出てこないのかなと思ってて、その家族っていうのは当たり前、当たり前に過ごしてる。まあ、結婚したらね、結婚したらそうなのかもしれないんですけど、まあ、その中で、この 快適な環境で過ごしてもらおうとちょっとここもう一回戻るんですけど一緒に住んでくださっている家族ですよね一緒に住んでくださっている家族、まあ、ともすればその家族っていうのはこう支配され支配する関係だったりいがみ合う関係だったり押し付け合いの関係だったりっていうところがよくあるよくあるというかそういう家族も、まあ、ある中で、ね。 しっかりお互いがお互いが尊重する家族もあるわけでそういうふうな関係性が保たれるとやっぱりこうやって一緒に住んでくださっている家族まあその家族だけども近づきすぎない離れすぎない一定の距離を持つっていう要は同じ家の 何て言うんですかね、その、あの、宿舎に住んでるっていうかの、何て言うの,あの、ホームステージじゃないですけど、なんかこう、あるじゃないですか、みんなでこう、全然別の人が4人ぐらい、4人で住んでるとか、なんかそう、一つ屋根の下に住んでるみたいな別々の人間が、まあそういうね、ちょっとそういう考えを持ちながらも尊重するっていう考えができるとまた違うんじゃないかなと思ってて、家族だからこそ、その、なんだろう、こう、ちょっとこう、 あまりに関係が近いんでこう強い言葉を言ったりとかあんまり言い過ぎたりとかそういうのをなるべくこう相手を尊重するっていう気持ちを持てると本当にすごくいいんじゃないかなとか思ったりもするんですけどねだからこそ稼ぎ手ですね、まあ、稼ぎ手の立場からすると 消費,消費側っていうんですかねその稼ぎ手じゃない人たちですねに対して快適的な環境で過ごしてもらおうとかせめておいしいものを食べてもらおうっていう考えを持って稼ぎ手がそのお金に不自由なしないような稼ぎをしっかり持ってこようっていうね、まあ、消費する消費消費手消費で,消費で <laughs> ちょっと言葉があれですけどそういう形で、まあ、家族ですね家族に対してそういう気持ちを持てるとすごく稼ぎ手として 非常にいいんじゃないかなと思ってどうぞどうぞ使ってださいとどうぞどうぞ使ってくださいとどんどん稼ぐんでと自分が稼ぐっていうね稼ぐ役割をやりますからっていうもちろんその無駄遣いとかねどん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 何んか意味なく使われるのはちょっとあれなんですけどそうじゃなくてっていうことなんですけどだからその稼ぎ手としてはやっぱり金をお金を稼ぐ歩みっていうのは止めないようにしっかり日々え毎日努力していきましょうというかね毎日。 新しい情報を入れたりしてえどん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 成長していくというか自分自身お金をねちゃんと稼げるように稼げない人にならないようにえ毎日努力していくっていうことがすごく大事なのかなと思ったりましてでやっぱりその家事ですよね家事ってのはやっぱ少しぐらい止まってもまあいいわけですよねトイレ掃除1日ぐらい放ったりしてよね まあいいわけで、洗濯も別に絶対夜やらなければね、まあ、次の日の朝に回してもいいわけで、まあ、そういうこともこう考えていくと、本当に家事も、もう言うたらお金で片付けちゃうことができちゃう。最悪はもう外注するっていうかね、外注、誰かにこうやってもらうっていうのも全然ありだし、それができる経済力があるのであれば、そっちに。 回してあげるというか、そういうことも全然可能だと思ってだからこそその稼ぎ手今回はちょっと稼ぎ手の稼ぎ手の稼ぎ手の気持ちにすごくそを強く思いながらで作ってるんですけど、えー、稼ぎ手は家の稼ぎに責任を持って行動すると。行動すると。<laughs> 稼ぎ手自身が自分の役割をしっかり理解するとね家族がこうやって快適に過ごせるためにも稼ぎ手自身がしっかり集中して今目の前のことをしっかり集中して自分の役割をしっかり理解してね家族が快適に過ごせるにちょっと同じことを言ってるかもしれないですけど <laughs> 本当にね金を稼ぐ厳しさ金を稼ぐ厳しさっていうのは本当大変なんだとそれを稼ぎ手自,自身がねしっかりと正しく認識して 適当な仕事をするんじゃなくて、しっかりと丁寧な、まあ、丁寧な仕事をやっていく、丁寧な仕事をやっていく、それを積み重ねることによって、えー、ちゃんとお金を稼いでいく。もしお金,稼げもしお金を稼げなければ、お金がないと、家庭は崩壊に向かうと、お金は海底に、家庭,に、えー、家庭崩壊に向かう未来のシナリオに向かっていかないために、えー、稼ぎ手は稼ぐ責務を必ず、 全うすべきだという形なんじゃないかなと思いましたねはいということで今回はこれが最後のスライドになりました、えー、稼ぎ手は稼ぐ責任を必ず全うすべしというね本当に自分自身が稼ぐということに稼ぎ手なんだっていう意識をすごく強く持ってそしてやっていくこれが大事なのかなとその上で家事家の仕事家の家事ですね 家の稼ぎ手じゃなくて支えて支えてとどういうふうに関わっていくのかそれをよく考えていけばいいのかなともちろん全稼ぎ手に全集中するっていうやり方もあるだろうしそれがねもし難しい家庭であればできる限り稼ぎ手稼ぐことに集中していくでもそこを少しうまく間を取りながらやっていくというね自分のスタイル要はスタイル本職はもう稼ぐと。 本職を捨て、稼ぐんだと。じゃないと、こうなってしまうと、家庭は崩壊に向かうんだっということをしっかり理解して、そして稼ぐと、稼ぐ責務を必ず全うするということをやっていくというところが非常に大事なんじゃないかなと、今回思いました。はい、ということで、今回、気になる男、第84はですね、第84はこんなところでちょっと終わろうかなと思います。白さん第85はまた よろしくお願いします。はい、失礼いたします。